はい、皆さんこんにちは、ムーンです。今回はですね、チャンネル登録者数500人記念動画になります。それでですね、前回告知させていただいた動画にコメントいただいた質問にね、バスバス答えていこうと思います。本当にコメントくださった方ありがとうございました。すごくね、楽しい動画が作れそうな気がします。で、今回はですね、画面が映っちゃった、今回はですね、このゲームプレイしながらやっていこうと思います。星のカービィトリプルデラックスですね。はい。で、カービィはですね、私はですね、スーパーファミコンじゃないや、ゲームボーイカラーかな、普通のゲームボーイかな、トリプルデラックスじゃなくてスーパーデラックスだっけ、あれしかね、やったことがないんですよね。なので本当にもう超お久しぶりなゲームになります。はい。ってことで、なんかね、すでにやってあるファイルが2つもあるんだが、じゃあこの 1% ってやつやっていこうかな。はい。これ消さなくていいのかな、これ何これ、あ、これミーか、ははは、は、いやいや、やんないやんない。じゃあこれやっていこうと思います。ストーリーモードでやっていこうかな。これ何これ、これ何これ、あー、なんかムービーが見れるってことで、これは、あ、ファイルに、あ、一番最初からやりたいから消すわ。消す消す。はい。消したデータは戻りません。後悔しませんねって。あ、後悔しない、後悔しない。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。はい。はい。じゃあやっていこうか。これで 0% になりましたね。じゃあね、早速答えていこうと思います。じゃあストーリーモードでやっていきますね。じゃあまずいただいた質問ですね。どうしようかな。これね、順不同でね、読み上げさせていただきますね。じゃあまず初コメです。無課金なのですが、魔導石は何に使うのがベストでしょうか。あ、これ多分、ぷよくえのご質問ですね。あと、初めて特殊素材で星6キャラが乱入したのはいつですか。これからも動画投稿頑張ってください。応援してます。ってことで、はい、ご質問ありがとうございます。やっぱりソーシャルゲームって無課金でずっと進められてる方とか、私みたいにね、少し課金していらっしゃる方とかね、様々かなと思うんですけれども、私はですね、魔導石は何を使うかって言ったら、やっぱり一番はガチャですね。はい。なので、ガチャ、まあ、10連できるようになるまで石を貯めてガチャをしてもいいですし、単発でね、何回かちょこちょこ引くのもいいと思うんですけど、私はね、大体は10連できるまで石を貯めてガチャをやった方がいいキャラが出やすいかなって思ってたりします。うん、なんかぷよくえだと特にね、なんか収集とかだと10連やると特攻1枚が必ずついてくるとかね、そういうサービスもあったりするので、まあ課金するんだ、あ、課金じゃないや、ね、石はまずはガチャに使う。それでカードボックスの状況を見て、ボックスの拡張をしたりとかするかな。やる気の回復にはまず私、石は使わないですね。無課金だったら。はい。ってことで、なんかいろいろ進んでるんだけど、いいのかな？なんか皆さん、なんか聞きながら見ててくださいね。これまだ多分進められる状況じゃないので、なんかタッチするとね、省略されそうなので。はい。じゃあ、あと、初めて、特殊素材で星6キャラが乱入したのは、いつだっけな。でもね、一番最初に乱入したのはね、あれだったような気がする。セリリかな。うん。私一番最初に星6にしたのが、プヨテとアルルなんですよ。なので、プヨテとアルル進化させるために星6の魔導書が必要だったので、それで多分ね、青の特殊素材ずっとぐるぐる回ってた時期があったんですよね。なので、一番最初に星6キャラ乱入したのはセリリかなって思います。はい。じゃあこんな感じでいいですかね。じゃあ次、好きな食べ物は何ですかってことで、はい、ご質問ありがとうございます。好きなもの嫌いなものって私結構ミーハーなので、その時々で変わるんですが、食べ物で言うとずっと好きだなって思うのは、よし、じゃあ早速ここやっていこうか。好きな食べ物は唐揚げ、鶏の唐揚げが大好きです。はい。あとね、辛いもの好きですね。だからね、タバスコとかね、何でもかけちゃうし、あ、これ、あ、B で吸い込む。OK。OK。かなーって感じですね。わー。これどうやったらダッシュできんの？これ。ダッシュできない。ダッシュができない。A でジャンプ。あー、で、A の連打で膨らむ。なるほど。ほい。ほい。
って感じですかね。はい、結構ねその時々でね変わります。で、あの甘いもの、下ってなんかあるのかな。甘いものはねあんまり好んでは食べないですね。でも好きですね、チョコは好きですね。はい、この星は取っていった方がいいのかな。ちょっとねゲームしながらだとねそんな感じになっちゃうんですけど大丈夫ですかね。あ、 A で飛ぶよってことか。これ操作の説明ってことか。はい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 、すいません、ちょっとねゲームしながらなのでね結構ちょっとパッと答えちゃったんですけど、じゃあ次の質問いきましょう。はい、あ、多分500人とかかな。おめでとうございます。では早速質問します。ぷよくんで一番最初星6になったものは何ですか。ですね、あ、さっきもねあの回答でちょろっと言ったんですけど、一番最初星6になったのはぷよてとあるるです。よいしょ。おー、 B で吸い込め。おー、あー、で、これ吐き出せる。あ、吐き出しちゃってよかったのかな。ぷよてとあるるですね。次に星6になったのね何だったっけな。一番最初ぷよてとあるるで、その次普通のあるるだったかな。あんま覚えてないな。あ、これは、あ、ほうほうほう、おお、こういうことか。ほいかな、なんか、あー、ほい、おお、やった、そうだそうだ、あ、これで使えるのか。ほい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 、やった、ほい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 、あ、なんかいる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 、おしおし、はい、ってことで一番最初ね、あ、ワンランクアップ。え、なにこれなにこれなにこれ。一番最初に星6になったのはぷよてとあるで、その時が多分普通のあるだったと思います。あー、やばいやばいやばい、よいしょよいしょ、すいません、ちょっとねかなり適当な回答になっちゃったんですけれども、よし、これで、よし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 、お、あ、これは、あ、これ奥行きがあるんだね、超面白いな。はい、すいません、じゃあ次の質問いこうと思います。ぷよくえで召喚ポイントガチャを使い切って統計を取ってほしいです。あ、なんか変なこと起きてる。あ、おお、ファイヤーファイヤー、あ、これでフッて吐けるんだね。よしよしよしよ、ああ、あ、ほほほほ、え、これで、え、どうやったさっき、あー、これでできるんだ、へえ、面白い、肉、よいしょ、よし、召喚ポイントガチャね、これねぜひねやりたいと思うんですけど、今ね20何万26万25万超えぐらいであるんですよ、ポイントが。なのでね全部使い切るのはねちょっと大変かなと。はい、収録の尺的にも。これはどうやっていくの。あ、下、あ、こう普通に降りるのね。はい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 、でもねぜひやりたいと思ってます。おー、なんだこいつら、おー、そうですね、なんかねこの前じゃない、エプリルフールの時か、あれありましたよね。おー、え、どういくのこれ。エプリルフールの時にあのカバルーン確定のお昼休みガチャがありましたよね。なのでね、あのその時は緑が当たったんですよ、カバルーンが。だからねやっぱ、あー、普通の召喚ガチャでもねやりたいなって思ってるんですけど、でもね全部使い切るのは大変なので、とりあえずに10万ポイントぐらいでやろうかな。どっち行くのが正解。あ、こっちで戻っちゃうのか。はい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 、ファイヤーは個人的に使いづらいな。ほい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 すいません、私がねゲームしながらね質問回答するとこんな感じになります、すいません。あ、倒しちゃった。あー、ソード欲しかった、ソード、よしよし、はい、ってことでね、ぜひやってみようと思ってますので、まあね、そんなあのすぐにはやんないと思うんですけども、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。じゃあね、次やろう。じゃあモンストで苦手な降臨は何ですか。あと超絶も、まあ、苦手な降臨ってことですよね。あと一番好きなお菓子は何ですかっていうご質問をいただきました。これね、モンスト関連の質問すごく嬉しかったです。ありがとうございます。ね、苦手な降臨はですね、未だに勝てないリリス。あと、滝夜叉姫とかも苦手です。滝夜叉あれどうやって攻略するの？なんかさ、攻略サイト見たらさ、おー、なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。なんか攻略サイト見たらさ、あの、貫通タイプがいいよって言ってさ、貫通タイプで言ってんだけどさ、いまだに勝てんの。何これ、ビッグバーンって何これ。おー、すごい。はい、てこ
これ滝夜叉とリリスはね未だに勝てないから苦手でさ、と超絶はね勝てるやつはねいいんですよ、イザナギとイザナミとクシナダいいんですけど、でもね勝てないのはね無理ですね本当。今はねずっとアシュラと、あこれで終わり、サンストーン手に入れた、何これ、太陽のパワーが詰まって探して集めて母性の道を切り開こうだって、へえ。よいしょ、あこれで終わりか。そう勝てないやつ今ねアシュラとヤマトタケルずっとやってるんですけど、未だにねちょっとね勝てないんですよね。どうやったら勝てんだろう。なんかさ適正のキャラはねちゃんといるんですよ、でもねなんか勝てない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 、そうだからね苦手なのは今はヤマタケとアシュラですね、苦手です。はい、あと一番好きなお菓子、私ねチョコ菓子が好きなんです、お菓子の中で。でその中でもね最強、自分の中では最強だなって思うお菓子はですねコアラのマーチ、超うまい、はい、安いし超うまいです。これどうやるんだ、はい、お菓子は一番好きなのはコアラのマーチですね。あとはね追加でまた質問いただいたんです、あとおすすめの降臨、あと降臨キャラで好きなキャラっていうと、おすすめの降臨はですねやっぱり運極にしやすいクイバタとか、あとゴーストですね、あれは普通になんかいけます。あこれでこうすんのね、はい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 、おーすげーな、カービィ改めてすごいわ。よいしょ、でこれでいけるかな、お、あはい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 、すいません本当もうゲームしながらだと、おやった、はい、言ったっけな、まあ、おすすめの降臨はゴーストとクイバタで、私好きなキャラ、降臨キャラで好きなキャラってね誰かなって思ったんですけど、クイバタはやっぱ好きだな、初めて運極にしたから。あとはね誰好きかな、滝夜叉姫も可愛いですよね、可愛いキャラ好きです、はい、なので滝夜叉姫とクイバタ、 あとねルイ13世とかも好きですね、可愛い、はい、マリアントワネットも可愛いですね、はっこれは何をすればいいんだ、あこれでゴンゴンゴンやっていけばいいの、え違うよね、えこれ服、えはいすいません本当、はいそんな感じの回答になります。はい、好きなキャラは可愛いキャラクイバタ、滝夜叉姫、ルイ13世好きですと、ゴーストも好きです、髪がかっこいい、はい。で、次はですね、また次の質問いきますね。いつも面白いし、ムーンさんの声かわいいです。めっちゃ照れるんだけど、本当ありがとうございます。質問なんですが、ぷよくえのぷよポイントを誰に使ったらいいですかってご質問をいただきました。これちょっとわかんないな。どうやってやるんだろう、これ。よいしょ。上に乗っかれない。ですね、ぷよポイントはですね、まあ、ギルイベをね、重視してやるんだったら、まずはね、15% 手に入れた方がいいと思います。あれですね、グリープとか、ライカーとか、あと、ドラウド3世、あとは、誰言ってない、あと、マーギンか。マーギンと、あとは、タモリさんですね。はい。を手に入れた方がいいと思いますね。その月だと、エジプトシリーズ手に入れた方がいいと思います。はい。それ以前になんかまだ、なんだっけ、追撃系リンゴちゃんとか、あの辺に手に入れてなかったら、まずはね、そこから手に入れて、その後 15% エジプトっていう順がおすすめですね。やっぱりギルイベね、重視してるギュードさん多いと思いますので、これどう行くんだろう、わかんない。どう行くの、どう行くの、これ。早速積んだよ、私。積んだんだけど、上には行けない。どうやって行くんだろう、よいしょ、ちょっと待ってね、積んだんだけどどうやって行くの、どうやって行くの、よいしょ、はい、てな感じでぷよくえのぷよポイントの使い方についてはこんな感じになるかな、私の中だと。どう行くのこれ、どう行くの、ああ、早速積んだんだけど。お、あ、こうやって、あ、
ことか。わかった。ああよかった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 。積んだかと思った。マジ危ないわ。よいしょよいしょ。はい、すいませんね、ちょっとねゲームしながらだとねちょっとあーってなっちゃうんですけど、じゃあ次、ぷよぷよオリジナルキャラクター、例えばロックや熱帯人魚などなどの中で好きなキャラクターはどれですか、あと青鬼の実況してほしいですっていうご質問いただきました。ありがとうございます。はい、あなんかおる、なんかおる、なになに、あこういうことか、はい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 、えほいほい、あちょっと待ってね、ですね、ぷよぷよのオリジナルキャラクターね、一番好きなのはグリープかな。でその後はですね、いろいろいるんですよね、いろいろいて、あの子も好きです、ロックの女の子、誰だっけ、ロックのなんかペルビスも好きですし、あー間違った、あとはね、いろいろいるな、ほい、誰いるかな、ちょっと待ってね、あぶね、あぶね、あぶね、ごめん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 、ちょっと声だけ痩せて、よいしょ、あ間違った、ごめんごめんごめん、マジごめんマジごめんマジごめん、ハリボテはダメなんだね、ダメだダメだね、よいしょよいしょ、はいはい、こうやこうやこうや、違う、ほい、よしオッケー、あー危ない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 、ほんとねこういうこの手のねゲームね苦手なんですよ。あーあれゴール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 、ほいほい、グリープ、ペルビス、あとね最近のキャラだとあれも好き、あのクロードも好き、はい、あとはね誰好きかな、いろいろいるな、あ間違った、あー間違った間違った、ごめん、間違っちゃった間違っちゃった、超適当にやっちゃった、へいやったぜ、キーホルダーチックを手に入れただって、何これ、バブルカービィ、スターロット、はい、じゃあちょっとしばらく質問に集中しようか、すいません本当に、ロックうん、ロック好き、熱帯人魚はまあみんな普通かなって感じですね、うん、やっぱグリープ好きだな、グリープ、ペルビス、クロード、あと誰かな、誰かな、思いつかないってことはこれぐらいなのかな。あそうだ、 あとね動画シリーズすごい好き、アレックスとかすごい好きです、はい、な感じですね、あと青鬼の実況ね、今ね、歪みの国のアリス止まっちゃってるんですよ。なので、それが終わってから何かホラー1個入れたいなって思ってるので、その時にね、ちょっと検討しようと思ってます。はい。じゃあ次。よし、ようやくステージ2だぜ。おめでとうございます。ぷよぷよで一番好きなキャラは何ですか？自分はシェドウです。はい。ということで、私のね、好きなキャラはね、動画内、いろんな動画内でちょいちょい言ってるかなって思うんですけど、ウィッチが好きですね。やっぱ一番は。はい。で、その次に、ドッペルゲンガールルが来る感じです。あのね、逆にね、嫌いなキャラっていうのがね、見当たらないんですよね、ぷよぷよって。みんななんか可愛いじゃないですか。絵も可愛いし、なんか喋ってる言葉も可愛いし、はい。ね、なんかさ、サタン様とかさ、一応なんか悪役なのにあそこまで可愛いって思う敵キャラはあんまりいないんじゃないっていうぐらいすごい可愛いですよね。はい。はい。よいしょ。ってことで、ご質問は、あ、回答はこれぐらいでいいかな？よいしょ、ちょっと待ってね。あ、なんかいるんだけど。あ、どうや、あ、ベル。かわいい！なにこれ、なにこれ、なにこれ、なにこれ！超かわいいんだけど。めっちゃかわいい。なになになに、なんか、超かわいいんだけど。はい。じゃあ次の質問いこうかな。よいしょ、ちょっと待ってね。ちょっと落ち着いて。あ、危ない危ない危ない。え、ちょっと待って、どうやってやるんだっけ、あ、これか、おー、でそのままだと死ぬんじゃね、私回復しないと、あー人参があった、はい、じゃあね次の質問いこうと思います。質問、スローンとマクヘールの謎のストーリーで一番好きな章は何ですか。ありがとうございます。スローンとマクヘールの質問もすごい嬉しいですね。好きな
きな作品、好きな賞はね、やっぱりあの一番有名なあれかな、あのウミガメのスープ好きかな。あとはね、なんだっけな、激突って話も面白かったですね。はい、なんかちょっとね考えさせる系の話も楽しかったし、あとはなんか死のパーティーだっけ、はい、あの話も面白いですね。うん、なんかね結構ねもうたくさんやあのショーを、はい、何これ何これ、何が起こったの、あ、こう、あー、こう 3DS を傾けると、あー面白い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 、あー面白い、あ、マキシムトマトだっけ、よし、はい、うん、結構ねあのなんか長くやってきたからあんまり思い出せない話もあるんですけど、やっぱウミガメのスープと激突と、あとはあれだ、死のパーティーっていう話楽しかったですね。あとなんだっけ、あの居眠りしちゃった、居眠りしてクビになっちゃった男の人の話とか、あれも面白かったなって思います。おー、危ねえ危ねえ危ねえ。じゃあ質問回答はこれぐらいで良いですかな。ね、じゃあ次、え、何これ、これどこに通じてんだろう、あのソードがいる、よし、じゃあねちょっと、ね、次の質問いこうと思います。すいません、ちょっとあたふたしてて、今までに人生で経験したことの中で一番衝撃的だったことは何ですか。はい、ご質問ありがとうございます。衝撃的だったことは結構あるつもりですね。はい、ですね、一番衝撃的だったのは、私あの老いたちで言うと双子なんですよ。そう、双子なんですけど、なんかね小中高、違う、小中か、小中ってなんか必ずにあのね、あの私以外に双子の子っていたんですよ。でもなんかね高校大学っていなかったんですよね、私の周りだからね、なんかえ、なんか双子っているもんじゃないのっていう気持ちがあって、それがねびっくりしました。はい、バナナ、よいしょ、なにこれ、なんかいる、おー、敵、あーさっきのベルの敵か、これなんだこれ、よいしょ、私なんかこういうさゲームしながら質問に答えるって向いてないかもしれない、ほんとごめんなさい、めっちゃなんかお粗末な回答になっちゃってる。はい、で、あの、まあ一番衝撃的だったのはそこかな。なんかさ、双子ちゃんってさ、なんかどこの、なんか結構いるもんだって思ってたからびっくりしちゃった。よいしょ。ほい。あとはね、ああ、やばいやばい。ああ、ごめんごめんごめん。ちょっと答えようか、すいません。本当に今まで人生経験したこと、まずは双子が周りに、高校大学っていなかったこと、あとはね、なんだろう、あと、あ、そうだ、あの社会人やってた時にやっぱり社内のメールあるんですけど、なんかメールなんかさ、普通のさ、なんか普通なんか社内メールって〇〇様って、なんかね、他の会社の方とやり取りするときは必ず〇〇様ってやるんですけど、なんか私それずっと社内の人にも〇〇様ってやってたんですよ。はい、でもなんかあの、まあ、会社によって違うかもしれないんですけど、あ、社内の人はね〇〇さんでいいんだよみたいなこと言われて、あ、そうなのみたいな、はい、そこはちょっと衝撃的だったなって感じですね。はい、じゃ回答はこんな感じで次に行こうと思います。いつも楽しみにしています。私は去年就職活動で訪れた兵庫で食中毒になったりヘルニアになったりと辛い1年となりました。ムーンさんは何か辛かった思い出ありますか、よければお答えくださいってご質問です。ありがとうございます。いやもうね、大丈夫ですか、本当にヘルニア辛いですよね、本当なんかさ、体の痛みは本当に辛い。はい、私もちょっとね体の痛み系でね辛いのがあって、それはね、モンストのなんか雑談動画で言った気がするんですけど、これです、膝を痛めました。はい、2015年入って膝を痛めたことですね。辛かった、あれ本当に辛かったですよ。よいしょ、なんかね体の痛みってなんか気にしなきゃ気にしなきゃでいいんですけど、でも気になっちゃうんですよね。特に膝ってなんか普段よく使う部分だから痛みにちょっと耐えられなくて、
はい、でしばらくなんか病院にも行かないで痛みと戦ってて、病院行ってからもう治るまでに結構時間かかると言われて、なんか室外靭帯炎って言って、こっちにやばいのかな、そう、室外靭帯炎って言ってですね、靭帯の炎症だったんですよ。なのでね、あれにもレントゲンにも映らないし、これミスったか、レントゲンにも映らないし、なんかまあ普通の人から見たらね、レントゲンに映らないから不安になるわけですよ。なのでね、治らないんじゃないかっていう不安がねすごいあってですね、はーい、よいしょよいしょ、よいしょ、はい、で不安に、ね、なっちゃったわけですね、私は、はーい、よいしょよいしょよいしょ、あ、これは平等にやんないといけないのかな、よいしょよいしょ、あー間違った、ごめんなさいごめんなさい。で、あとね、もう一個ね、辛かったなって思うのは、去年ね、私引っ越しをしたんですね、はい、引っ越しってさ、なんであんなにだるいんですかね、なんかね、いろいろさ、市役所行ったりとかもしなきゃいけないしさ、よいしょ、そう、だから、ね、引っ越しも辛かったかな、なんかめんどくさかった、辛いというよりは、はい、早く終われって思った。これどうやってやるんだろう、こう、わかんないわかんない、これ口に含めないのかな、カービィさん、こう、あ、乗せらんないんだ、こうこうこう、お、いいんじゃないいいんじゃない、乗っかった、はい、よし、はい、ってことで、はい、辛い経験っていうと、膝を痛めたことと去年やった引っ越しですね、はい、すみません、本当にゲームしながらだとね、もうゲームに集中、本当に質問に集中しなきゃいけないんだけど、ゲームもやんなきゃいけないというので結構大変ですね。はい、じゃあ次の質問行こうと思います。いつもムーンさんの動画アップ楽しみにしています、ありがとうございます、ツイッターも見ています、ありがとうございます、もう超嬉しい。で、質問です。ムーンさんがぷよくえの防御ネックでネタパーティーを組むならどんなパーティーにされますか、気になります、よろしくお願いします、ってことで、はい、ネタパーティーね結構見ますよね、なんかバトルとかしてると、あ、はい、ネタパーティー私もね結構よく見るんですけど、危ね危ね危ね、よいしょよいしょ、私だとね、なんかちょっと考えたんですよ、ネタパーティーどうしようかなって思ったんですけど、私ね、名探偵コナンがすっごい好きなんですね、漫画も全部持ってるし、映画もなんか結構前作見てるしってことで、で思いついたのが、今シュシュイベで特攻キャラになってるクロードと、あとは 15% の黄色、なんだっけ、タモリさん、タモリさん、なんだっけ、マーギンじゃなくって、出てこない出てこない、ちょっとね、出てきたらちょっと字幕に書いておきますね、あれの星さんがすごいコナン君に見えるなって思って、はい、で組むとしたらね、その2体でちょっとコナンパーティーみたいな感じかなって思いますね。でね、ランちゃんはね、誰にしようかなって思ったんですけど、出てこない出てこない、ランちゃんみたいなキャラいない、何これ、誰かいるんだけど、 ありがとうございます。なんかバンダのワドルディがアイテムをくれる、ワドルディがくれるアイテムはすれ違い通信で良いアイテムに変わるぞ、はい、アシストスターは下画面のタッチまたは Y で1でも使える、なんかもらった、はい、あ、どうしよう、ファイヤーは苦手、こっちにしよう、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっとボス戦始まっちゃった、危ない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 、よし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 、怖い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 、ほい、よっしゃよし、ゴリ押し、これ何、おお、やった、アイスだ、アイスアイス、はい、ってことでね、ネタパーティーやるとしたらコナンパーティーかな、でランちゃんは思いつかないので、誰かちょっと思いつく方いらっしゃったら、はい、ぜひ答えていただければなと思います。はい、すいません、ちょっとねザクッとした回答になっちゃったんですけど、こんな感じかな、はい、
じゃあ次、茶碗蒸しかと思って食べたらプリンだったのと、プリンかと思って食べたら茶碗蒸しだったのではどちらが嬉しいですかっていうご質問をいただきました。これはね、あのね、状況にね、よるんだよね。状況によるんだよね。私だったら、今の気分だったら茶碗蒸しかと思ってプリンだったってパターンかな。今ね、ちょっとね、おやつの時間ぐらいな時間なんですけどかな。はい、でもね、プリンはね、超好きです。本当に好き。はい、でもチョコレートには劣るけど。あ、これでクリアかな。よいしょ、ちょっと待ってね。ほい、あー、足りなかった。はい、はい、わーい、あ、1アップした。わーい、よいしょ。いやー、楽しいですね、こう質問に答えるの。はい、茶碗蒸しかと思って食べたらプリンだったのと、プリンかと思って食べたら茶碗蒸しだった。うん、おやつの時間だから今は食べたらプリンだった方がいい。だけどね、ご飯時とかね、夜とかだったら茶碗蒸しの方がいい。茶碗蒸しって私ね、あの、これもね、ウニと同じぐらい大人になってからね、食べれるようになった食べ物なんですけど、うん、なんかね、あの、銀杏がね、ずっと苦手だったんですよね。なのでね、ちょっと食べれないっていうのもあったんですけど、でもね、大人になって改めて食べたら銀杏超美味しいみたいな、で食べれるようになった感じですね。はい、じゃあこれでね、一応ね、全部の質問に答えたかな。はい、そんな感じかな。ちょっと見てみようか。ちょっと漏れがあったら申し訳ないからね。よいしょよいしょよいしょ、全部答えたかな。うん、大丈夫かな。うん、窓石は何に使うのがベストでしょうか、答えたね。好きな食べ物も答えた。ぷよぷよ一番最初星6になったのも答えた。で、召喚ポイントガチャも大丈夫だね、答えたね。で、モンスターのご質問と好きなお菓子も答えたね。あと、ぷよポイントの使い道についても答えたね。で、ぷよぷよオリジナルキャラは答えました、大丈夫。で、ぷよぷよで一番好きなキャラも答えたね、大丈夫ですね。なんか、あの、私、あの、答えられてないっていう方いらっしゃったらね、質問いただければと思います。あと、スローとモクヘルの謎のストーリーも答えましたね。あと、一番衝撃的だったことも OK で、自分の辛かった思い出も答えましたね。あと、ぷよくえの防御デッキ、あ、これもね、答えましたね。うん、コナンくんデッキ、あと、なんか思いついたような気がするんだけど、なんだっけな、忘れちゃったな。ちょっとね、また思い出したらね、おいおい、なんかぷよくえの動画内でね、お話ししようと思います。うん、コナンくんデッキだな。やっぱランちゃん、誰だろう、ルルー様、ビジュアル的に、はい、かな。うん、なんかね、あの、あゆみちゃんはレベッカのような印象がある。うんうん、ハイマラさん、ハイマラさん誰だろう、あれかな、あの、アレックスかな、ね、どうだろう、ビジュアル的にね。あと、茶碗蒸しの話も答えましたね。よし、じゃあこれでね、全ての質問に答えてまいりました。で、なんかゲームやりながらって言いながらもね、2面しかクリアできなかったっていう。こんな結果になりました。いやね、ゲームしながら質問に答えるとかね、超大変ですね、本当。はい、でもね、ご質問いただいた皆さん、そして動画見てくださった皆様、本当にいつもありがとうございます。これからもね、あの、頑張ってやっていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。それでね、一つ告知があります。あの、チャンネル登録者数500人を到達したので、ニコ生をね、ちょっと本格的にやっていこうかなと。もう本格的って言ってもね、やっぱりメインは YouTube なので、もう週1ペースで、はい、配信できればいいかなって感じです。はい、あの、やる内容としてはマインクラフト、あの、新しくニコ生用にワールドを作ってやっていこうかなと思っておりますので、ぜひね、あの、もうリアルタイムで見れる方いらっしゃったらね、見てください。私はね、大体あの、夜が忙しくって昼間に配信することが多いと思うんですけれども、まあね、あの、タイムシフトで、あの、見れなかった人も見れるようにしようと思ってますので、まあ、気軽に見に来てくだされば嬉しいなと思います。はい、じゃあね、だいぶ長くなってね、超ゲームしながらだったからグダグダしちゃったんですけれども、今回はここで終了にしようと思います。次回の記念動画はチャンネル登録者数1000人のタイミングでやろうと思ってますのでね、ちょっと時間空くと思うんですけれども、引き続き私の動画見ていただければ嬉しいです。はい、じゃあ今回はね、ここで締めようかな。本当にね、あの、動画締まりのない動画になっちゃって本当にすみません。はい、
なんかね、質問してくださった方、なんかあのちゃんと回答のこういう回答が欲しいっていう意図に添えてたかなってちょっと心配なんですけれども、またね何かあったらねご質問いただければと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。ではご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちらサブスクライブと書いてあるところにリンクが貼ってありますので、そちらから登録をお願いいたします。スマートフォンもしくは携帯電話からご覧になっている方は、現在ご覧いただいているページにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらから登録をお願いいたします。これからも楽しい動画をバンバンアップしていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。